3月11日、三陸沖を震源とする東日本大震災が発生。八戸市や東北町など5市町で震度5強の強い揺れを観測しました。そして襲った大津波は甚大な被害をもたらし、福島第一原発の事故も引き起こしました。県内の被害は死亡3人、行方不明1人、住宅の全壊が311棟、半壊は853棟に上りました。県内では22の市町村に避難指示や避難勧告が出され、多くの県民が停電の中避難しました。みんなでいるからまだ心強いです。一人よりずっといいです。八戸港や三沢港では防波堤や岸壁、三沢基施設が破壊され、600隻以上の漁船が津波で流されたり壊れたりしました。八戸市市川町地区ではビニールハウスが津波で倒壊、出荷の最盛期だったイチゴも被害を受けました。市民生活にも大きな影響が出ました。物流が止まったことから灯油やガソリンなど石油製品が不足し、スタンドには長い行列ができました。ホームセンターでは懐中電灯や電池、停電でも使用できる反射式ストーブが売り切れ、スーパーでもカップ麺などが品薄状態となり、棚が空っぽになりました。そんな中、震災から10日後、沖に避難して津波の被害を免れた中型底引き網船が漁を再開。4月29日には東北新幹線が49日ぶりに全線で運転を再開。大型連休の初日に間に合いました。100年経っても好きでいない。被災した施設の復興も徐々に進みました。11月には復興支援施設の八戸市第1号となる市川漁協の事務所など漁業施設や工場が完成しました。